メイクキープスプレーは、メイク崩れを防止できる便利なアイテム。コーセーシュシュパマキアージュマジョリカマジョルカなどのプチプラから、コスメデコルテクラランスジルスチュアートルナソルディオールなどのデパコスまで様々なブランドから販売されており、価格帯もバラバラ。その上、本当にメイクキープできるのか実際に使用しないとわからないところも悩んでしまいますよね。今回は、Amazon、楽天市場、Yahoo ショッピング、コスメショッピングなどで、売れ筋上位のメイクキープスプレー34商品を比較して、最もおすすめのメイクキープスプレーを決定します。比較検証は以下の3点について行いました。崩れにくさ、使いやすさ、粒子の細かさ。果たしてどの商品がレモングラスが選ぶ最強のベストバイ商品なのでしょうか。メイクキープスプレーの選び方のポイントもご説明しますので、ぜひ購入の際の参考にしてみてください。リストの最初の製品は、フィックス&セットエアリーミストカネボウ化粧品。ルナソルのメイクキープスプレーは、ふわっとしたフローラルの香りが特徴。使いやすさ検証では、モニターから軽い力で広範囲に噴射できるのが良かった。高級感のある香り、非常にコンパクトで軽いなどの声が集まり、高評価を獲得しました。崩れにくさ検証では、マスクをつけて2時間後の微部分に少し色移りした状態を7時間後も変わらずキープ。ちょっとしたお出かけから長時間メイクが直せない日まであらゆるシーンで活躍するでしょう。粒子が細かいので、うっかり噴射距離を誤っても肌が濡れすぎる恐れが少なく初心者に好適。メイクキープスプレーに欲しい要素すべてをクリアしており、レモングラスが自信を持っておすすめできる商品です。リストの次の製品は、アディクションメイクアップフィックスマイクロミスト構成。アディクションメイクアップフィックスマイクロミストは、オリーブオイルなどの保湿成分と、肌表面に膜を張る効果がある、ポリメチルシュルセスキオキサムを同時に配合しています。崩れにくさ検証では、2時間後に微部分の、うっすらとした色移りを確認しましたが、7時間が経過しても濃くなったり、他に、色移りがあったりすることはありませんでした。粒子が繊細なところも魅力の一つ。一粒一粒が非常に細かくムラがないのでテクニックいらずで均一に付着させることができます。使いやすさ検証ではモニターから香り付きだがほんのり感じる程度で好みが分かれない印象、プッシュは少し固めだが違和感はないなどの声が上がりました。次の製品は、タイムシークレットフィックスミスト MSH。タイムシークレットのメイクキープスプレーは、マスクにつきにくいと謳う商品。崩れにくさ検証では、2時間後に色移りしたところが、時間が経過するにつれて少しずつ濃くなっていきましたが、7時間後の時点で、他の部分への色移りはありませんでした。気になる場合は、鼻、頬の高くなっているところだけお直ししてくださいね。使いやすさは、モニターから、スムーズな押し心地で広範囲に噴射できる、コンパクトサイズで持ち運びやすい、手のひらにフィットしやすいなどの声が集まりました。香りはついていないので、匂いに敏感な人でも使いやすいでしょう。繊細な粒子が均一に広がるため、初心者でも使いやすい印象です。リストの次の製品は、メイクカバー潤い、ミスト GR。GR、メイクカバー潤いミストは、ノーマルオイルインクールハーブインの4種類から選ぶことができます。使いやすさ検証では、高評価に。モニターからは、ちょうど良いプッシュの硬さで、手元が安定する化粧水のような香りで、スキンケアをしている気分になれるなどの声が集まりました。崩れにくさ検証では、4時間後の時点で、紐部分にうっすらとした色移りを確認しました。7時間後では新たに微部分への色移りが少しありましたが全体的に見るとかなり薄く崩れにくいと言って良いでしょう。粒子は少しムラがありますがそれほど気にならず概ね細かい印象です。リストの次の製品はアバンセシェイクミスト。アバンセ
シェイクミストは、さっぱり引き締めタイプ、しっとり潤いタイプの2種類から選ぶことができます。粒子の細かさ検証では、高評価に。繊細な粒子が均一に噴射されるので、噴射距離を誤っても肌が濡れすぎる恐れが少ないでしょう。崩れにくさの検証では、2時間が経過した時点での色移りはなく、4時間後から微部分を中心に、マスクへ色がうっすらとつき始めました。ただし、7時間が経過しても色が濃くならなかったため、高評価に。使いやすさについて、モニターからは、軽いプッシュで広範囲に柔らかく広がる、好みが分かれそうな甘い香りなど、賛否両論がありました。次の製品は、アレルバリアミスト N 資生堂インターナショナル。D プログラムのメイクキープスプレーは、オイルと化粧水の2層タイプ。粒子はややムラがありつつも、全体的に見ると細かく、うっかり噴射距離を誤っても肌が濡れすぎることは、あまりないでしょう。崩れにくさ検証では2時間が経過した時点で、一切の色移りなく、4時間後に微部分の、うっすらとした色移りが確認できました。7時間後でもそこまで濃くならなかったため、仕上がりを長時間キープしたい日にもってこいの1本と言えます。使いやすさは、モニターら軽い力でプッシュできる化粧水のような匂いが心和らぐ、長細いコンパクトサイズなどの声が集まりました。次の製品は、マジョリカマジョルカモイストカクテルフィクサー EX 資生堂。マジョリカマジョルカモイストカクテルフィクサー EX は、テカリを防ぎサラサラ肌に仕上げるためのお白いパウダーを配合しています。崩れにくさの検証では、肌に吹きかけてから30分後には、鼻の部分への色移りがうっすらとありましたが、その後も状態は変わらず、7時間後でもうっすらとした色移りのまま着地しました。よく見ると少しムラはあるものの、粒子はとても細かい傾向に、均一にふわっと肌に付着するので、噴射距離を近づけても濡れすぎることはあまりないでしょう。使いやすさの検証では、モニターから軽い押し心地が良い、持ち歩きに嬉しいサイズ感などの声が集まりました。次の製品は、フィックスメイクアップクラランス。丸みを帯びたデザインが可愛らしい。クラランスフィックスメイクアップは、ブランドのベストセラー商品。一切ムラのない微細な粒子で、ふんわりと肌に付着します。広範囲に噴射されるため、濡れすぎてしまう恐れが少ないですよ。崩れにくさ検証では、おおむね高評価に。4時間後の時点で微部分への色移りが、うっすらとあり、7時間後では、少し濃くなった程度にとどまりました。使いやすさ検証では、モニターから、プッシュ部分が程よい硬さで手元がブレずに押しやすい食事などシーンは選びそうだが華やかな香りは好きガラス製容器なので持ち運びには不向きな印象など意見が分かれました。次の製品はモイストカクテルフィクサー資生堂。マジョリカマジョルカのメイクキープスプレーは化粧水、美容液、おしろいの3層タイプ。粒子は小中くらいの大きさが混ざったような細かさですが、広範囲にふわっと広がるので均一に付着させることができます。崩れにくさの検証では4時間後の時点で微部分に少し色移りがあり、7時間後では口周り部分への色移りが確認できました。ただし、全体的に見ると薄かったため、比較的崩れにくいと言って良いでしょう。使いやすさは、モニターから、力がいらない。簡単にプッシュできる、少し鼻にツンとくるようなフローラル系の香り、コンパクトで軽く携帯しやすいなどの声が上がりました。このリストは理にかなっていると思いますか？コメントを残してください。ビデオの説明に製品リンクがあります。最新のレビューに追いつくために、チャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。